はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回は、ウルトラマンのライトメーカーを紹介したいと思います。まあ、最初に紹介するのは、はい、ガッツウィング1号です。こちらは、ハードオフで525円で購入しました。まあ、表がこんな感じで、こちらが横です。で、こちらには、ガッツのマークがあり、説明が書いてありますね。ちょっと、ガッツウィング1号の。全長14メートル、定員2名、最高速度マッハ 5.5、 宇宙就航時マッハ49、データは映像作品中のものですと書いてあります。まあ、ここには3モードに変形だ、スタンバイモード、フライトモード、ハイパーモードですね。まあ、実際の商品が、こちらなんですけど、ノーマルノーズっていう、なんか、ここの先っちょの部分がないですね。はい。まあ、最初は気にならなかったんですけど、なんか、ウルトラマンティガの動画を見てるうちになんか、これじゃなんか足りないと思いました。で、まあ、こちらがついてきましたね。これが、後ろに書いてありますね。ビームガンノーズですね。まあ、これを主になんか、使っても、つけてますね。僕は。で、マニピュレーターノーズが、まあ、ありますね。今は持って、使ってませんが。まあ、最初にレビューしたときに、まあ、映ってると思います。はい、まあ、こちらが、フライトモードですね。で、次は、ハイパーモードを紹介します。こちらがハイパーモードですね。はい、こんな感じです。まあ、つけていきましょう。まあ、これがね、通常のハイパーモードです。525円でした。はい。次に紹介するのが、ガッツウィング2号です。まあ、ちょっと、でかくなりましたね。さっきと比べると、こちらがハードオフで840円でした。シール欠品ですね。まあ、先ほどとあんまがないですね。説明はスタンバイモード、フライトモード、こちらが敵撮発射モードです。はい、ガッツウィング2号、全長29メートル、定員4名、最高速度も4で、こちらはフライトモードとかいろいろ書いてありますね。ガッツマシンシリーズ、ガッツウィング1号、ガッツウィング2号、アートレス A 号。アートレス A 号は前買いましたね。ベルハウスで6300円でしたね。はい。で、こちらが、通常時の、ガッツウィング2号です。こちらを開くと、まあ、横が自動で開きます。ここは自動なんですけど、まあ、こんな感じで、左右、平行になっていますね。で、こちらに、両翼の翼も、両翼がありますね。はい。結構、でかくて、かっこいいですね。で、後ろにタイヤがあります。で、ここを開くと、デキサスビームが発射されます。で、まあ結構光ってますね。まあ、これの特徴は、まあ、説明 しなくてもいいですね。あ、ここに、なんか、ありますね。はい、こんな感じです。次は、シーガルファントップですね。はい。こちらは、こちらもハードフで525円でした。エンブレムは、まあ、あるんですけど、まあ、はい、一応じゃ説明しますね。エンブレムっていうのは、なんか、コピニカの、なんか、CV シリーズについてくる、まあ、バッジみたいなものですね。なんだっけこれ。ヘラクレスって書いてあります。で、ちょっとここが、なんか、デコボコになってます。あ、はい、こんな感じです。ピースキャリー、欲しいですね。そろそろ。アマゾンで中古で2800円でしたね。
こんな感じです。シーガルファントップ定員2名、最高速度313キロ、なんだかなんだか、はい、えい、これがまあちっちゃいですね。とてもコンパクトです。だいたい7センチ6センチくらいですね。でこちら開くとちょっとでかくなります。トラックみたいですね。でここタイヤを広げることによって16輪走行になります。これはね、タイヤの周りは非常にいいですね。で、ここをポッてやるとなんかなんだかホースになっていますね。なんかこれで多分水噴射すると思います。ちょっとね、カメラが光りすぎてね、ライドが。まあ箱はないんですけど、次箱はないんですけど紹介します。コスモスのなんだっけ、これ名前はちょっと忘れましたけど、まあ赤いなんだっけ、コスモスの戦闘機ですね。こんな感じです。でこれ結構かっこいいですね。で後ろは翼が開きます。でミサイル発射とかありますね、こことか。で、ここは、なんだっけ。人が入るところですね。隊員が入るところです。ここにはね、合図って書いてありますね。チーム合図の合図です。タイヤがありますね。これを閉じることもできます。こうやると、まあ、戦闘モードですね。で、ここを開けることができます。まあ、単独で飛行すること、走行することも可能です。まあ、結構重いですね。もうほとんど鉄なんでね。プラスチックではないのでね、本当に結構重いです。すいません、ちょっとカメラが倒れちゃいました。まあ、今回紹介したのはですね、こちらの戦闘機、ガッツウィング1号、2号、シーガルファントップでした。さよなら。あとおまけも入れてきます。